油膜除去、これなんだ。毎度亀次郎です。今回は憎い油膜を除去するために試作品を2つ作ってみました。これで油膜が取り除かれて泡切れが良くなると思います。多分。はい、試作品1号。会社から帰ってきてね、ふと思いついてこんなものをね作ってみました。さあ効果はいかに。設置してみました。設置状況はこんな感じね。見えるかな、水面にちょっと白い点々がある。これ油膜になるんですけど、どんどん吸われてますね。機能的には全く問題ない。ただね、設置する上でほんのこう高さ調整がね微妙なのがねちょっと問題。はい、ある程度油膜取ったんで水面を見てみましょう。あれだけアレーションしてるのに泡がねすぐに消える状況、これはいいですね。でも除去能力はあるけれど油膜集めて終わりじゃないからね。そうだ、あれを使ってみよう。試作品第2号。使用した材料です。 JEX のサイレントフローパワー、100均のプラケース、ゴム紐で100均の園芸用メッシュです。加工は簡単で、ただ手のこで切っただけです。でその切ったものを JEX の蓋につけた。でつけるとこういう感じになりました。これも接着剤でつけただけね。であと横から水を出したかったんで、こんな感じでカットしました。で今度ね、あの注水口ね、単純にこのメッシュを裏側から接着剤で留めただけ。では実際見てみましょう。はい、まあこれがノーマルの JEX のサイレントフィルターパワーね。まあこういった形でフィルターを入れると、で下から吸って裏側を通ってフィルターを取って前に出てくるタイプね。だからこれはね、水の吸い口が下ってことなんで油膜は取れない。でそれで加工して上から水を吸い込めるようにするために今回加工したのね。でまず排水口のところがそのまま前に垂れてきちゃうと、まあ油膜がね侵入してこなくなっちゃうんで、それを止めるために蓋を作って両サイドに水を逃がすという形になってます。でこのまあプラカバーみたいなやつをね、まあ、作ったやつをつけると上から水が入って下のちょうどね給水口の方に水が回ると。まあただね、きっちり止まってるわけじゃないんで、まあ他から多少は水は侵入するんだけど、きっちりやるんだったらコーキングしちゃうんだけど、メンテナンスの時に外したいんで一応こんな感じにしています。ただね、微妙に幅が違ってたんで横にねゴムの紐とあとコーキングでちょうどね隙間は埋めてあります。だから少し圧がかかっているような感じなんで、まあちょっとやそっとじゃ外れないとは思います。はい、これがね水の外から出るところね。はい、こんな感じです。それでは設置していきます。どうなるでしょう。それではご覧ください。設置完了。スイッチオン。久しぶりに物置から引っ張り出したサイレントフローですけど、ちゃんと動きましたね。
一応想定通りサイドから水は出てます。ただねちょっと惜しいんだけど、まあカットしてはめてるだけだからしょうがないんだけど、中心部からも水は少し、まあある意味漏水してるような状況ですね。ここはちょっとまた新たに加工をちょっと考えてみたいとは思います。で、肝心な油膜の吸い込みですけども、映像でちょっとね分かりづらいかもしれませんが、吸い込んでます。まあちょっとね、この試作1の方で油膜ある程度吸っちゃってるからほとんどないんだけどね。ただ肉眼で見る限り結構吸い込んでるので効果は十分あると思います。はい、今回の工作はここまで。はい、今回の動画はこの辺で終了させていただきます。亀とかね、いくらか糞を多くする生態を飼っていて上部フィルターにしている人は油膜取りは便利だと思います。ただね、亀次郎みたいにわざわざ作ることはないよね。意外と安値で売ってますので。それでは皆さんありがとうございます。それじゃあ。